日本近畿地方大阪府大阪市、住吉区わび阿わびこ観音台、小佐神社阿び子は、大阪市住吉区南東部の地名である。本校では、同地域に、かつて所在した、住吉郡、東成郡、小佐村についても述べる。阿び子を称する交渉地名としては、住居表示実施に伴って成立した、住吉区阿び子、阿び子西、阿び子東があるが、 一般的には前日の町名のみならず、現行町名としては、神田、庭井、杉本、仙行、山の内、山の内元町となっている、周辺地域の地域。ただし、旧村の範囲と現行の町域には、若干の範囲の違いがあるも含めた広域の繁昌地名である。本校では、広礁地名の阿弥子に加えて、旧、小佐村の地域についても記述する。 地域はほぼ全域が住宅地となっている。鉄道の便としては、南北には、阪和線、地下鉄未動筋線が通り、天王寺方面と堺市方面を結んでいる。地域内には、阪和線あびこ町駅、杉本町駅、地下鉄未動筋線あびこ駅が設置されている。また場所によっては、阪和線、未動筋線長谷駅や、南海高野線あびこ前駅が徒歩圏内となる場合も、 ある。幹線道路としては、阿鼻子筋が南北を通り、また、大阪府道42号179号住吉、八尾線が東西方向を通る。阿鼻子筋府道42号は、地下鉄阿鼻子南交差点で交わる。西側はオリオの、北側は長井、東側は東住吉区公園南八田、南側は大和川を挟んで、堺市北区及び、 松原市山見とそれぞれ接している。地域にある施設等の名称は、しばしば、阿鼻子とひらがながきされる。ただし、大阪市高速電気機動阿鼻子駅については、旅客案内の上では、ひらがなの阿鼻子表記だが、正式名称は漢字の阿鼻子である。阿鼻子の地名、および一帯の旧地名、コサミは、古代にこの地に居住していた、豪族。 コサミゴヒコに由来すると言われる。遺説としては、コサミは宿り肝を我彦はアミヒキコが変化したものだとも言われ、一体は古代には大阪湾に面した環境で、人々は当時漁業や狩猟の生活を行っていたことが伺われる。また旧、コサミ村に属していた各地域の地名の由来は以下の通りとなっている。ヨサミ池跡彦コ時代にこの地に、 よさみ池が造成された。よさみ池は、ため池として、後世まで周辺地域の水の供給に使用された。また、同時期に、阿鼻子には、よさみ宮家が設置された。よさみ宮家は、阿鼻子地区のみならず、現在の堺市北区から松原市にかけての地域にも広がっていたと推定される。中世には、芋の市集団がこの地に居住していたと考えられる。 1451年の記録文書として、神田村、阿孫子村ほか設置国住吉郡五仮想の芋野市代表が京都に上納する薬船を定めたという内容のものが残っている。この地に居住していた芋野氏集団は、地理的にも比較的近い地域にある河内国丹南郡を拠点にしていた河内芋野市とも関連があると推定されている。戦国時代には、 戦乱の舞台となり、阿弥子にも陣が置かれた。江戸時代には地域に、阿弥子村、山の内村、杉本村、庭井村、神田村が成立した。一帯は農村となっていたが、1704年の山和川の付け替えにより、地域を横断する形で死に山戸川が改作された。そのため関係の村では、高地が大きく減少した。 また従来のよさみ池の大半が新山和川の河川敷に転用されて面積が3分の1に縮小したことに加えて地域では従来さや山池からの水も利用していたが新山和川で供給路が分断されたために不可能になったことなどで水事情が大きく悪化した一方で山和川の改削によって荒れ地になった土地を再開発し 杉本村から分かれて、杉本神殿が成立した。明治時代には、町村制の施行に伴い、阿鼻子村、山内村、杉本村、杉本神殿、庭井村、神田村,村、寺岡村、前堀村、堀村が合併して、住吉郡小三村が1889年に成立した。合併以前の旧村の名称は、そのままいら村の大技となった。 その後1894年には小三村から大技寺岡、大技前堀、大技堀が分離し、長江村が成立している。1925年4月1日付で実施された大阪市の第二次市企画庁により、小三村は大阪市に編入され、旧村全域が住吉区に属した。小三村では農村の風景が失われるなどとして、 大阪市編入反対運動が起こったが、国や大阪市が編入方針を強く打ち出したため、結果的に編入されることになった。大阪市編入直後には、旧、小佐見村の地域では原則として、旧大技が住吉区の町名として継承された。小見村大技阿弥子は、住吉区阿弥子町、大技庭は庭町、大技山の内は山の内、大技杉本は、 杉本町、大和神田は神田町となった。ただし大和杉本神殿については、大阪市編入の際に、住吉区先行町へと解消された。1944年には、町名の一部変更により、阿鼻子西、阿鼻子東、山の内元町の町名が設定された。阿鼻子西は、従来の阿鼻子町、殿の辻町、沢の町、 西長井町のそれぞれ一部で設定し、阿弥子東は従来の阿弥子町と杉本町のそれぞれ一部で設定した。また山内元町は従来の山の内町の一部と杉本町の一部を再編して設定している。その後も地域内及び隣接地域との間で町境界の変更が複数回実施された後、1981年2月2日付で、 住吉区全域の住居表示が実施され、現行の町名へと再編されている。住居表示実施後は、従来の町から町の文字を省いた同じ町名が継承されているものの、町会の変更が行われ、一部の地域については、従前所属していた町から他の町へ編入されている。一帯は、第二次世界大戦終戦直後までは農村地帯だったが、 1950年代以降、宅地化が進んだ。古代に造成され、農業用ため池としての役割を終えた、与三池は1968年に埋め立てられ、大阪府立反乱高等学校のグラウンド拡張用地となった。現行行政地名は、阿ビ子1丁目から阿ビ子5丁目。2019年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。現行行政地名は阿鼻子東1丁目から阿鼻子東3丁目。2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。現行行政地名は、阿ビコ西1丁目及び阿ビコ西2丁目。 2019年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に住吉区の小学校、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。地域内には大阪市立大学が杉本に設置されている。旧制大阪商科大学時代の1933年に天皇塾からすが辻から当地に移転した。太平洋戦争の終戦直後には学者が新中軍に接収され、 市内各地の仮校舎への移転を余儀なくされたが、1950年代に返還され元の学者に復帰している。神田に大阪府教育センターがあり、教科指導や生徒指導など学校教育に関する研究や、府立学校などの教職員への研修などを実施している。高等学校は大阪府立反乱高等学校を及び、 大阪府教育センター付属高等学校の2校。いずれも戦後の高校生急増期を背景に、全日制普通科高校として新設された。大和川高校は2011年度新入生より、学年振興で大阪府教育センター付属高等学校へ改編され、大阪府教育センターでの研究を踏まえた教育活動を実施することになっている。中学校は地域内に、 大阪市立阿鼻子中学校、大阪市立東、阿鼻子中学校、大阪市立阿鼻子南中学校の3校。なお、阪和線西側の地域については、大阪市立三両中学校の校区となる。1947年の学生改革に伴い、阿鼻子中学校が設置された。その後、宅地化に伴う動向の過密化により、1967年に、 阿鼻子中学校分校が設置され、分校は1973年に東阿鼻子中学校として独立した。さらに、地域全体で中学校が過密化傾向となったため、阿鼻子東阿鼻子の両中学校の校区を再編する形で、1995年に大阪市立阿鼻子南中学校が開校した。阿鼻子南中学校敷地は、 大阪市交通局阿鼻子県社場跡の一角を転用している。小学校は、大阪市立小佐小学校、大阪市立神田小学校、大阪市立神田北小学校、大阪市立神田南小学校及び、大阪市立南住吉大空小学校の5校。明治時代初期に、現在の伊良小学校が設置され、その後1950年代以降の宅地化により、 1958年に、伊良小学校校区のうち半和線異性を新設の大阪市立南住吉小学校の校区へ分離し、また1960年には、伊良小学校より、神田小学校が分離した。さらに1974年には、神田小学校より、神田北、神田南の2小学校が独立開校している。半和線西側では、 南住吉小学校の上密化により、2005年に南住吉小学校より分離する形で、南住吉大空小学校が設置された。その他地域には、関西医療学園専門学校や予さ、未幼稚園といった教育機関が設置されている。2020年4月現在、阿ビコ、阿ビコ西、阿ビコ東の町域のみ交通、教育に関しては前日。 小サ村に関するカテゴリー、ありがとうございます。